次に、立憲民主党と共産党に伺います。緊急事態条項を取り分け、緊急事態における議員任期の延長に関して、どのようにお考えでしょうか。その必要は明らかであり、現行憲法の足らざる点ではないのでしょうか。緊急事態条項が基本的人権と緊張関係に立つことは承知しています。したがって私も11月10日、その時の為政者が緊急事態を口実に、権力を独占してしまう危惧に言及し、 だからこそ慎重で、明確な要件や司法審査が必要だと申し上げました。誰も緊急事態の発生など望みませんが、神ならぬ身のわれわれにとっては、明日何が起こるのか予想できません。政府の地震調査委員会は、南海トラフにおいて今後40年間にマグニチュード8、ないし9クラスの地震が発生する確率を90%程度と述べています。万がが一緊急事態が発生し 現行憲法が定める統治機構では、国民の生命や財産を守ることができない場合、つまりは政治が生命を守るか、憲法を守るかの選択を余儀なくされた場合、法の支配は踏みにじられてしまうのではないでしょうか。そうならないように、緊急事態でも憲法の下で国民の生命や財産を守ることができるよう、今のうちに現行憲法の足らざる点を書き加えておくべきではないでしょうか。 本年4月7日、玉木委員も緊急事態条項が危ないのではなく、まともな緊急事態条項がない中、曖昧なルールの下での恣意的な権力行使で、憲法上の権利が制限されうる状態こそ危ないと述べておられます。この発言を、いわゆる御憲派の皆さんこそ、より強く共感していただけるはずです。最後にもう一度申し上げます。私たち国会議員に課せられた憲法尊重擁護義務は、 未来永劫憲法の文言を一字一句変えないことではありません憲法に基づいて国家権力が運営されることすなわち法の支配を守ることこそ憲法尊重擁護義務であり立憲主義であることをぜひ共有したいと存じますその上で緊急事態緊急事態においても法の支配を守るためには緊急事態条項や緊急事態における国会議員の任期延長を 現行憲法に書き加える必要があることを申し上げて、私からの意見陳述といたします。